伊丹市役所地域高年福祉課の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。今回公募型共同事業提案制度で、皆様にご提案していただきたいのは、就活の啓発普及に関する事業への提案です。まずはじめに、そもそも就活って何ということについてお話しいたします。就活とは、人生の終わりについて考える活動の略語のことであり、例えば遺言書の作成であったり、最近ではエンディングノートの活用といったことを聞かれることも多いかと思います。エンディングノートはご自身が病気によって意思表示ができなくなったり判断能力が衰えてしまった時に備えて元気なうちに医療や葬儀、お墓、財産相続などのご自身の希望やこれまでの人生の歩みなどの情報をまとめておくノートであります。就活とは最後まで自分らしい人生を送る準備であり、また残された家族へのメッセージと言えることができます。次になぜ今就活ということですが、こちらは伊丹市の65歳以上高齢者人口の将来推計です。全人口に占める高齢者の割合は増加していく見込みとなっています。以前は高齢者人口の中でも74歳までの前期高齢者の占める割合が大きかったのですが、近年は特にオレンジ色の部分の75歳以上の後期高齢者人口がどんどん増加し、2025年には実に6割以上が後期高齢者という見込みになっています。また先ほどの推計に加え、2025年には一人暮らしの高齢者が2015年と比べ約3800人、認知症の高齢者が約2200人それぞれ増加する見込みになっており、近隣住民などの見守りや専門機関の支援といった何らかの支援が必要と考えられる高齢者もどんどん増えていくと見込まれています。このような高齢者人口の見込みの中、病気で自分の意思表示ができない、判断能力が衰えるなどにより自分が望む医療などが受けられない、突然亡くなり遺品整理遺産相続でご家族が負担を感じるといったケースも増えると考えられます。こういったことに備え、本人やご家族の安心した生活のためにも元気なうちに就活を行うことが大切ではないかというふうに考えております。次にどういった方が就活が必要か、就活の活用事例についてご紹介いたします。一つ目の例ですが、ご自身の死後に遺産相続のことで家族が揉めないか心配というケースです。こういった時の備えとして遺言書を作成しておくということが考えられます。遺言書で遺産相続のことをはっきりさせておけば、ご家族でのトラブルも未然に防ぐことができ、ご本人ご家族とも安心して生活することができるのではないでしょうか。続きまして2つ目の例ですが、ご自身のお父様やお母様がもし認知症で意思疎通ができなくなってしまったらどうしてあげるのが一番かと悩むお子さんのケースです。こういった時の備えとしてご両親にエンディングノートを書くことを勧めることが考えられます。これにより例えばいざという時には施設入所ではなく在宅での介護を望んでいるなど、ご本人の希望を知ることができ、ご本人の希望を叶えるだけではなくご家族の負担も軽減できるのではというふうに考えております。最後は今までの2つの例とは違い、老後の生活を充実させたいというケースです。こういう時にも就活としてこれまでの人生を振り返り、例えば子どもや孫との時間を今まで以上に大切にしたい、旅行に行きたい、趣味を増やしたいなどのやりたいことを整理することで残りの人生を前向きに過ごすことができるのではないかというふうに考えております。今ご説明いたしましたケースのように就活には老後の生活が充実し気持ちが前向きになる、自分の意思が家族に伝わり本人と家族が安心できるというメリットがあります。伊丹市としてはこれらのメリットを生かした伊丹らしい就活支援を行うことで高齢者本人をはじめご家族の安心した生活を応援したいというふうに考えております。最後になりますが、この動画をご覧いただいている皆様には、皆様のノウハウを生かしたニーズ把握、効果的な啓発に向けたご提案をいただき、伊
痛みなし就活支援の実現に向け、ぜひとも一緒に考えていきたいと思っています。皆様からの積極的なご提案をお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。